ロアノーク軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部南西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は92,376人であり、2000年の85,778人から7.7%増加した。軍庁所在地は独立市のセーラム市であり、ロアノーク市と共に軍領域に囲まれているが、同軍とは独立している。軍内では ビントン町が唯一の法人化町である。軍域の大半は田園部と山岳であるが、住民の多くはロアノークバレーに位置するロアノーク市とセーラム市に近い、郊外部に住んでいる。ロアノーク軍はロアノーク大都市圏に属しており、バージニア州ロアノーク地域に入っている。ロアノーク軍は1838年3月30日にボトトート軍の南部が分離し、 バージニア州議会によって設立された。軍域を流れるロアノーク川から軍名が取られ、ロアノーク川の名前はインディアンの言葉で金を意味するものから派生していた。1845年、モントゴメリー軍から一部領域が譲渡された。当初、セーラム氏が軍庁所在地だった。セーラムが独立市になった時、軍との合意によってロアノーク軍庁舎は、 セーラム市内に泊まり、監獄も共有することになった。しかし、軍の管理事務所は、ケーブスプリング地区に移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は251平方マイルであり、このうち陸地251平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.07%である。ロアノーク軍は5つの監督地区から、 それぞれ一人が選出される軍政委員会によって統治されている。加藤場、ば、ケーブスプリング、ホリンズ、ビントン、ウィンザーヒルズの各地区である。ビントンは法人化された町であり、調整委員会と町マネージャーがいる。軍内には高校が5校ある。ケーブスプリング、グレンバー、ヒドンバレー、ノースサイド、ウィリアムバードの各高校である。軍北部、 ボトトート軍との軍境近くにホリンズ大学があり、オールドドミニオンアスレティックカンファランスに属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍出身の著名なスポーツ人として、アメリカンフットボールのティキバーバーと、ロンドバーバー、バスケットボールの JJ レディックがおり、すべて軍南西部にあるケーブスプリング高校を卒業した。ありがとうございます。